はい、皆さんこんばんは。さあ今回も幽霊調査やっていきましょう。ファスモフォビアなんですが、昨晩ですね、大幅なアップデートが来ました。大幅なアップデートです。いろんなものが一新されたみたいなんですが、まず最初にねご紹介するのがこのスプリントですね。はい、ファスモフォビア、足が遅さはもう今までイライラするゲームでしたが、3秒間速く走れるようになりました。幽霊から逃げるときとかに使えますね。ただ、走ったら一定時間ですね、走れなくなっちゃいます。息が切れちゃうんですね。これ、カゲロウの主人公もびっくりな息のね、スタミナのなさですが、足が速くなりました。で、通常通りの今までのスプリントの速度が通常速度になったみたいです。あとグラフィックの一新なんかもあったんですが、これは後々見ていきましょう。では早速いきます。あとなんか仕様変更も大幅に変わったみたいだね。例えばこの DOTS プロジェクターという新しい証拠アイテムですね、これが追加になったことによって、証拠品、幽霊の証拠も変わってきたみたいです。あとはまあつけてつけてつけて、ビデオカメラは3個ぐらいでいいかな。で、キャンドル、十字架、ケミカルライトは今まで永久についてたんだけど30秒間で消えてしまうそうです。消えてしまうのが30秒ぐらい効果が薄くなるか、なんかそんな感じみたいですね。だから少し変わったみたいですね。モーションセンサーはなんか2種類あったのが1種類に統合されたと。あとこの中華鍋ですね、指向性マイク、今まで全く無意味のただの中華鍋だったんですけど、どうも今回から仕様が変わって幽霊の怪奇現象の音が聞こえるようになったそうです。つまり今まで聞こえてた音は、多分マイクがないと聞こえなくなっちゃうのかな。今までは普通に素で聞こえてたので温度計とかいらなかったんですけど、このマイクがないと幽霊の音が聞こえなくなってしまうのかもしれない。ちょっとやってみないと分かんない。ちょっと今試してみましょう。まあまず完全にまだ1回もやってないので、どうなるか試してみたいと思います。はい、前世作があるのね。じゃあミッションも2周しよう。なんかここグラフィック変わったね。ポイズンやだ、ポイズンやプリズンやだから、じゃあに普通の家行きましょう。はい、じゃあゲーム開始です。さあ、おーっとー、あ、こいつでも見た目変わったね。ちょっと触れていこうか。これは 4K になってるビデオカメラですね。で、これがこれスイッチ入んないけど、これが DOTBS プロジェクターかな。これ壁につけるタイプみたいですね。で、これがゴーストライティング。おーおーおー、かっこよくなってる。で、これがスピードボックス。スピードもちょっと変わりましたね、グラフィック。で、これ EMF ですね。よく Amazon で売ってるやつです。で、これはこれ普通の懐中電灯ですね。で、こっちが指紋か。あん。で、これがこれかっこいいやつ。これ強力な懐中電灯か。へぇ。で、サウンドセンサーでスマッチして、じゃねえか。何っけ、おたげのやつで、これが赤外線で、これ三脚、これ何、これ、この牛乳みたいな、なんだこれ、塩か、これ塩ですね。で、十字架で、これが スマッチかで、ろうそく、ラムネ、温度計かっこよくなってる、ちょっと色も温度計で、カメラが、これカメラここで撮れなくなってるね。うん、まあこれ多分、これ何、これ、ああ、これが中華鍋、めっちゃかっこよくなってる。これで音をチェックするみたいですね。中華鍋やるじゃん、やるじゃん中華鍋。さてと、じゃあいろいろ仕様変更があったということなんですが、あ、カメラもちょっと映像変わってますね、少し。はい、変わってますね。じゃあここブレーカーは奥か。ブレーカーは、これどこだっけ。これ地下ね。ブレーカーは奥にある。お、了解了解了解。はい、まあ、この辺は一緒かな。マークミラーですね。じゃあちょっと試してみましょう。マークミラー。あ、で、幽霊も増えたそうです。あ、レースが DOTS プロジェクターになってるね。DOTS プロジェクター増えたね。
幽霊も鬼ハンツ妖怪の後に、あ、怨霊。 DOTS プロジェクターの光線を見ても目視できず、ビデオカメラ越しでのみ姿を視認することができる。極めて発見が難しい。何これ、人が近くにいないときにカメラ、これはビデオカメラを設置しなきゃいけないのね。生前死亡したところの近くに留まる。死んだ場所が分かるのかな。 DOTS プロジェクター強すぎね今回。マイリング、非常に活発か、探しゴースト。まあちょっと、証拠品も増えたみたいですが、おっと、今回はじゃあいつもライティングと温度計を持っていくんですけど、ちょっとこれも使ってみたいけどね。なんかこのビデオカメラがこれちょっと調べたんだけど、ここでインタラクトできない。なんかこれ仕様変更でビデオカメラが使える。ほら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 、なんと今までこの戻らなきゃいけなかった、そのいわゆる入る際にさ、こういちいちこのトラックまで戻らなかったら確認できなかったのに、ちょっと手元で確認することができるようになったみたいですね。だからこれだから、最悪ライトがなくても、ライト、まあ逆に怖いですけどねこれね、ライトがなくても一応照らし出すことができるようになったみたいですね。つうかなんかグラフィックの感じが嫌だな、なんか少しな、少し変わりましたね。ね、グラフィックの感じが少しなんかもう心高い人起きてるよ。マークミラー、マークミラー、なんかもやがかかってるな全般的に家に。マークミラー、多分近いね。マークミラー、まあいいや、あ、置いちゃうのか。調べましょう。20度、5度、なんか何かが落ちた音がしたいな今な。ちょっとこれ上のちょうだい。マークミラー、これはでもね、どういう風に仕様が変更になったか分かんないから判断つかねえな。多分でもここだな、遠くはないと思う。現場は2階じゃないと思うよ。マークミラー、アピールしてください。たまたまさっき音が出ただけかな、それとも。マークミラー、アピールしてください。電気を消してください。無反応だな、無反応ですね。これはこう置けば勝手にインタラクトできるのか、置けばインタラクトできるのかな、ちょっと分かんねえな。2回も見てみる。まあいいや、ちょっと一旦アイテム持ってきます。お、幽霊の音が聞こえなくなったかもしれん。やっぱり超常現象の幽霊の音が聞こえなくなった。なんかゴトゴト、ちょっと難しくなったかもしれんね。スピボー、ライティング、EMF か。これ使ってみるか、じゃあ。マークミラー。お？マークミラー。アピールしてください。マークミラー。なんか聞こえるな。マークミラー。
お、扉が開く男。上だったか今。マークミラー、あ、これだ。これ今この音か。待ってね、待ってね。よいしょ。これもスピードも変わったらしいよ、仕様が。スピードもね、仕様変わったらしい。よし。何歳ですか？お、近くにいますか？お、違うな。若いですか？オールド。怖くなってる。普通に怖くなってる音が。喋るんか。あいつ喋るんだ。オールド。いやー、こうキモくなってんですね。で、なんか怖いこととしては、幽霊、あ、なるほど、やっぱ数値的に出るんだな。怖い仕様としては、ハント中にその EMF リーダーとかね、スピリットボックスとか持ってると音を出してんだって。ピーとかさ、スピリットボックスから音が。そうなると自分が声を出してると同じ判定になっちゃうんだって。だから電源切らないと位置がバレちゃうんだって。いいね、最高だね、そういうのね。入れてる。揺れてるけどオーブが見えないな。まあちょっとあの辺を確認してみましょう。幽霊の音確かに聞こえなくなってるね。今までだったらもうドッタンバッタンさ、音がしてたので分かりやすいんだけど、そのまあさっきみたいに聞き逃しちゃまずいってことだな。ドッタンバッタン大騒ぎ。オーブ見えないけど、これじゃあこの新アイテム、このプロジェクターを使ってみよう。で、ライティング置いてきた。あと指紋かな。指紋でなんかあんまり暗くないから、こっちだよね。指紋、ライティング、あと EMF かな。両手持ちはできないんだよな。青。この新しい新アイテム。おお！ここに移るってわけなんらしいんだけど、これいくつかセットしなきゃダメだな。どういうように出るのかを知らないからね。指紋はナッシング？待って、見えねえ。待って、見えない。まあでも、見る限り指紋はなさそうだけど。よし、ちょっと待って、一回電気つけていい？ビデオカメラももう一個必要かもね。この光邪魔だな。まあ、なさそうだな。で、EMF を、レベル2、立てると。立たねえか。レベル2ですね。2かどうかは分からんけどね。うわべ！しまった、ライト忘れた。ハンド？違う？ハントじゃないか、これ。
なんかハントじゃなかった。いや、ハントかと思った今。手にライト持ってないからさ、点滅が分かんないんだよね。変な音がしてさ、扉が目の前で閉まったからハントかと思ってたら違うのか。ただの脅しだ。恐ろしいね。知らない、知らないということはとても恐ろしいね。まあいっか。あ、電気消し忘れたな。ちょっと待って、 D なんとかプロジェクターの見方がわからねえからな。 D なんとかプロジェクターの見方がわからん。で、まあもう一個ちょっとハント対策に十字架持ってこっか。まあハント来てほしいと思ってっから今後に置いてと。ライティング反応なし。ここにはいたんだけどな。こっち側にもビデオカメラをセットするか。いや、足速くなったのはありがてえな、ほんと。全然さ、このプロジェクターの使い方を知らねえからさ、いくつだろう、いくつ、レベル2、レベル2、これってスイッチ入って、あ、入った、これ入ったか。このプロジェクター邪魔だな。この光邪魔だよね。まあ、その場でオーブ確認してもいいのか。その場でオーブを確認してもよしと。まあ、ねえかな。これ、プロジェクターに映るんだよね。いや、証拠が一個も見つかんねえんだけど。プロジェクターの仕様を知らないから。現場に行ってみるか。まあ、いろいろやってみよう。わかんねえ。仕様変更になったらわかんねえから、いろいろ試してみましょう。スマッチ。しよう。キャンドル消させなきゃいけないから、持ってこっか。じゃ、仕様変更すぎてよく。この辺は空いてるかな。森ジオ指定の。いや、足の速さは本当にありがてえ。使用して、サウンドセンサー。あ、もう一個アイテム持ってきてよかったか。足を踏んでるな。足を踏んでるね。はっきり見えるんだな、踏むと。足音も見えてる。サウンドセンサー、はっきり見えるけど、スマッチはプロジェクターにも映らないし、ライティングも書かないし。ライティングってこと、これオンにするとかあんの。置くだけでいいんだよね。そうだよな。仕様が分かんねえな。映らないよな。でももしかしたら、このプロジェクターに映って、カメラで目視できるようになる。プロジェクター2種類しか持ってこれないからな。待って、じゃあスピードボックスで場所を聞くか。ちょっとね、あれなのよ、正しい位置が分かんねえんだよな。そろそろ出てきそうだな。72、ハントも一回経験してみたい気もする。ハントも経験して、よし。どこにいるんだろう。近くにいますか。
っぱこっちだな。近くにいますか？何歳ですか？青ですよね。怒っていますか？ん？怒っていますか？だい。だい言ってるね。レベル5ですね。レベル5を記録しました。あとは氷点下ではない。プロジェクターがよくわかんねえな。レベル5は分かったんですけども、ライティングに書き込みはない。レベル5、温度は、氷点下はない。指紋もない。スピリットボックスある。となるとこのプロジェクターなんだけど、プロジェクターの使い方がわからない。プロジェクターは勝手に映るんだろうか。これは今の声は何だ？姿を表している？いた！いた！見え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 た！いた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 。見えた見えた。いた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 。走った走った。いたね。見えた？幽霊が走ったの見えた。うわ難しい。ハントかと思って逃げちゃったけど。まず、DOTS プロジェクター今走りましたね。で、レベル5。あれ？レイス？レイスって氷点下じゃなくなったんだ。あー、そうですね。はい、EMF レベル5、スピリットボックス、で、DOTS プロジェクターですね。いや、プロジェクター目で見なきゃいけないのか。いや怖いねこれ。使用的に変な音がするからびっくりしちゃうけど、あれはハントではなかったのか。ハントじゃないですね。はい、3つの証拠が揃いました。で十字架で来てハントは来てないのか。メンバーゴーストまあ帰りましょうか。はい、ということで、3つの証拠が揃いました。うん、レベル5を記録したので、犯人はレイスでございます。いやちょっと目撃しなきゃいけないのか。ちゃんと目で見えた？一瞬走ったの。はい、犯人はレイスでしたね。現場に いるかカメラで、走るのを目撃しなきゃいけないんですね。いやこれ普通に気味悪いですね。はい、じゃあ次は農家行きましょう。追加全選択していらないものを下げようか。うん、ヘッドマウントカメラはいらない。ライター、モーションセンサーもそんなにいらない。1個あればいい。フォトカメラ仕様、安全スマッチ、サウンドセンサーもそんなにいらん。もう1個で1本あればいい。温度計も2個。三脚も3個。もう1個かな。はい。じゃあ次行ってみましょう。ちょっとね、仕様が分かんなくて今、右往左往しましたけども。分かりました。はい、続きましてはスマッチ。うわ一番下嫌だな。サムソン・トーマス・スーザンだ。サムソンね。スーさん、スーさん、スーザン、スーさん、わかんねえや。わからん。名前なんて呼ばなくたって大丈夫。じゃあそして
たらまあ例のごとく例のごとく行きましょう。では屋根裏か、屋根裏ですね。いやでもそれにしてもあれね、足が速いのこれいいね。すぐ確かにすぐ切れちゃうけど足が速いのは使用的に素晴らしい、使用的に素晴らしいね。スーザン、スーザン、スーザン、トーマス、スーザン、指向性マイクありだね。まずマイク温度計セットがいいのかもしれない。スーザン・トーマース、スーザン・トーマース、アピールしてください。電気をつけてください。1階から行こう。電気をつけてください。まあ、入り口が、ここが現場になることめっちゃ多いから。聞こえたね、今。2階かな？わかんない。2階じゃないかもしれん。ちょっと待ってね、扉を開ける音がしたね。まあ超常現象の音は聞こえるのか。目に見えて数値が分かりやすくなったっぽいですね、仕様的に。なのでまあちょっと現場の特定をこれでしましょう。まあ当然難易度も上がってくるはずですからね、現場の特定をしちゃいましょう。ぽいぽい、ほ、温度計、スーザン・トーマース、スーザン、どこに、近くにいますか、近くにいますか。超常現象は聞こえないですね。方向はちゃんと示さなきゃいけないらしいけど、まあ扉は触ってねえから違うかな。はいはいはい、電気をつけてください、電気を消してくださいどっちでもいいです。アピールしてください。2階かな、2階かね。いや、2階の奥か、2階の奥か、2階の奥だね。なるほど、ここだ、ここだ、ここだ。ああ、開いてる、開いてる。アピールしてるわ。あ、ナイスアピール。ここが、こ、氷点下です、氷点下ですね。ここが現場です。ありがとうございました。いらないところの電気を消そう。ここが現場です。 OK です。では戻りましょう、では戻りましょう。3周のアイテムを持って、あ、しまった、これ普通のライトだこれしまった、普通のライトいらねえな、間違えて戻しちゃった、指紋かと思った。そしたら、スピリットボックス、あ、まだプロジェクターだな、プロジェクター、これ必要ですね。 OK、 目視できればいいからね。でも最大で2個しか持っていけないのは結構きついかもしれん。ビデオカメラとスピボ、まあ効率がいいのはまあいいや、全部全部持っていこう。指紋はすぐチェック終わるからね、効率がよし。では指紋のチェック入ります。氷点下、証拠は1本あります。指紋はないですね、後で増えるかもしれないので1個置いておきます。スピボ行きましょう。何歳ですか？ん？近
近くにいますか？バツが出てる。今回が仕様的にバツが出るようになったみたいだね。ダメだった場合は分かりやすくなってるみたい。なるほど。まあ後でもう一回試しましょう。なんか反応しなかった時は×、反応あった時は幽霊のマークがつくみたいに目で分かるようになったみたい。ありがてえ仕様だよな。よし、じゃあ2つ持っていこう。ついでに声からアイテムを拾っていくかな。よし、おどさとどさどさ。よし、どさどさしてんね。これでも三脚がないと置けないか。ちょっとトイレの上には置けないしな。あ、三脚必要かこれ。三脚必要だな。一本持ってくるか。これ落っこっちゃうもんね。うん、そうだよね。三脚持ってこよう。一旦アクティブにして。よし、クソデカタミキ、クソデカでしたね。クソデカタミキを食らってしまいました。あれで産地が大幅に減少しますと。まあ証拠は氷点下なので一つは分かったかなと。氷点下寒いっすよね。寒いので氷点下にぶち込んでいきましょう。そしてやばい、産地がピンチ。まあ三脚必須かなって感じだよね。三脚必須ですね。ちょっと位置が良くないな。もっと上の位置にオーブが飛んでたら見えないわな。でプロジェクターも2個ないと見えないかも。よし、60だからもしかしたらハント来るかもしれない。でも死んじゃってもごめんね。今回ちょっとハントの様子も見たいので、ちょっとハントはそのまま来たら逃げます。逃げる方向間違えると死ぬな。産地60のまま突入します。ビデオカメラ、ちょっとしっかりビデオカメラセットしよう。でこれを持っておこう。でこっちにつけて、ここにつけるか。いや、もっとこれいいか。レベル2か。レベル2。あった、指紋、フィンガープリントありました。ちょっと待ってね。指紋追加入ったね。まあ、でもあとこれあれじゃない？目視すれば。あ、そっか。一回自分でやるか。オーブがあるかどうか。オーブがあるから自分で目視するか。レベル3。あった、オゴストーブありました。オッケー、確認しました。撤収。いいね、自分で確認できるのありがたいね。ハントから逃げるか。ハントから逃げる。ハントが来るまで待つ。どうなるんだろう。なんかアウトラスト感あるね。いや、余裕ぶっこいて前死んだからやめとくか。まあこの先ゲームやっていけばハントに当たることもあるでしょう。スマッチ持ってないし。まあやるならスマッチだな。じゃあ特定しちゃいましょう。とりあえずですね、今ゴーストオブを確認しました。手持ちのカメラで確認しました。で指紋もありました。
ここにいる幽霊はハントゥーでございます。ハントゥー、イエスハントゥー。プロジェクター光線の射出された上に、ビデオカメラじゃないと映らないらしいですね。じゃあ目で見ることはできないのかな。なんか動いてるのね。目視できないらしい。人が近くにいないときにカメラに映り込む可能性が高い。いや映るかね。なんかカメラがひよひよ動いてるの嫌だね。それじゃあハント来ないんじゃないのか。まあじゃあスマッチ、まあ、撃退は嫌だけど周囲を清めるだけは行ってくるかね。撃退は嫌だけどって清めるだけ行ってこう。俺たまに投げちゃうんだよなこれ、スマッチな、間違えて。やばいやばい。危なかった。スマッチ投げて何今のあの歌なんだ。危なかった、スマッチが当たった危ねえいや、ハント点滅しないんだやっぱり。スマッチ持っててよかった。ちょっと何が起こったかちょっとわからないので、ね、わからない方もいると思うので説明しますと、スマッチスティックをこれですね、これた、あ、間違えた、これあの炊いてあの幽霊にあの、ね、当てると3秒間だから5秒間だからこちらを一瞬見失うんですよ。だから、当てて見失った時にこう横を通り抜けました。ですぐハントが終わったのでなんとか無事に。それとも違うのか、撃退になったのかよくわかんないけど、もう目の前まで来てましたね今ね。はい、写真撮れなかったな。あ、氷点下ゴーストオブ指紋ハントゥーですね。何あの歌何あの歌、ハントに前編集で変な音楽とかつけてたけど、ハント中別にピーしか言わないのになんか歌が聞こえたね。あ、しかも違う、あれ指紋あったよね、あれ、ちょっと待って、指紋あったよね。